どうも、皆様、本日もよろしくお願いします。第5話ですね。ジンのおっさんをぶち殴った後の話からですね。あ、相変わらず口悪いね、小春ちゃん。それはお互い様でしょう。おお、シドが出てきたよ。めっちゃジジイじゃん。ジジイだね。ばあさんが住んでる町まで連れてけってさ。ばあさんが好みなの？違う違う、自分の奥さんでしょ。ばあさんと結婚したんだ。だから違うっつーの。若い頃結婚して年取ったんでしょ。二人がなんだ、つまらん。当たり前のことやで。熟年結婚じゃないかな。だとしたらどうだと言うんじゃ。そんなことより風呂魔法売ってるよ、この店。ま、魔法って買うんか。そうだよ。け、やはり所詮資本主義社会かよ。設置がない世の中だからね。他の店にも売ってるから、多分魔法業界のフランチャイズ化してきてるね。魔法業界ってなんやねん。まあせっかく買ったんだから魔法装備が、用紙、魔法の武器防具も揃えたし、そろそろ次の話に行きたいところだね。なんかばあさんが住んでるカナーンって町に行くには大岩がっちゃまでぶっ壊さんとダメらしいね。なるほど、ぶっ壊そう。どうやってよ。それを今から考えるんだよ。おお、タイムリーな話。なんかこの感じだと飛空艇の先にめっちゃ硬い変なもん装着して体当たりするみたいだね。ゲーマジですか。そのようです。変なじいさん改造しに行ったし。おお、もう改造終わったらしいぞ。どうでもいいんだけど、じじいばっかしだね、このゲーム。これが高齢化社会か。絶対に違うし、これはバブルの時のゲームだし。その割には老人が多いな。30年前のゲームなので、このじいさんたちはもう死んでるね。いや、まあとにかくゲームに戻ろう。そうだね。そういや、この洞窟木になってたんだよね。どれどれ、探索じゃ。宝箱だ。やあ、ミスリルソード、しかも2本。なんでやあなの。実はさっきお店でお金出して買ってもおたんよね。あらあら、運がないことで。でもまあ攻略サイト見てない証拠ですね。あんなもん見たら全然おもろないや。でももし行き詰まったらどうするの。そんとかやめちまえばいいのよ。世界の平和は私以外の誰かが何とかすればいいでしょ。マキちゃんかっこいいね。当たり前っしょ、世界の平和より私の時間の方が大事っしょ。ビジネスマンみたいだね。ビジネスマンもあんま好きじゃないね。な、何が好きなの。楽ちんなこと、それ以外はクソだね。マジでちょっとかっこいいかも。やっと私の魅力が分かってきたようだね。その割には膨大な編集お疲れ様です。うん、痛いことついてくるな。まあそんなことよりもカナーンに行こう。何しに行くんだっけ。シドのじいさんを女房のところに連れてくんだったような。あ、そっか。おお、マジで体当たりするみたいやで。他に方法はないもんかしら。よえー、ぶっ壊れたし。アグレッシブなじいさんたちですな。ああ、壊れたし。ここからは徒歩ですか。そのようだね。おお、初めて見る敵だね。ワープ。な、何すんじゃい。せっかくミスリル装備と魔法を見てみようと思ったのに。時間がもったいないので省略させていただきました。この野郎。以下同文です。こんな時に使う言葉じゃないでしょ。そんなことよりも街が見えてきましたよ。ぐう、しゃあない、気を取り直して行くか。ん、なんじゃこのイベント。どうやらディッシュっていう男が好きすぎてミートしてるみたいですね。彼女、竜が住む南の山に登って行ったらしいね。そのディッシュって男、昇竜拳。いや、その竜じゃないよ。ドラゴンの方の竜だよ。つまりディッシュって男は何か探すために彼女を置いてったらしいね。うん、う、薄いリアクションありがとうございます。もし小春ちゃんが彼氏に置いてかれたらどうする。中足キャンセル波動拳だね。そう、それはつまり怒ってるってことかな。うーん、怒ってないけどバカにされた感じがするので一応やっとく。な、なるほど。とは言ったもののこれからどうすんのかな。そのビッシュっておっさんを探しに山に行けば。まあ特に私は興味がないが、この彼女のために竜が住むって山に行ってみようかしら。そうだね。ここでのんびりしていてもしょうがないし。そういや、さ
さっきの話だけど。うん、何？逆に、マキちゃんの彼氏が置いていったらどうする？うん、ほっとくよ。そうなの？さっきも言ったけど、楽ちんなことしか興味ないから、まず彼氏いらんし、山に行ったらラッキーさいならって感じだね。マキちゃんはターミネーターか何かですか？うん、まあ近いっちゃ近いね。あ、なんか踊り子が踊ってますよ。こういうのが時間の無駄ってやつよ。なるほど、確かに今の踊りを見ても何の感情も生まれませんでした。まあ作った人に失礼だけど、しゃあない。山に早く行こうよ。そうだね、とにかく話を進めようか。あれじゃない、山どこ行ってんの？いや、ちょっと探索を。じゃあ敵が。任せなさい、ワープ。すげえ技ですね、小春ちゃん。ラスボス級の特殊能力でしょ。げー、なんか竜が降りてきたし。最悪な山ですね、ここは。こんな近くに町を作ったやつはバカやで。とにかく登りますせ。あんなでかい竜がいるのが分かってて登るなんて、私たちどうかしてますね。軽くネジの2、3本引き飛んでるね。よし、今日はやめた。また次回にこの山を挑戦しましょう。どうしたの？疲れた。それそうか、楽ちんが好きだもんね。なんかあんまり褒められてない感じだが、ポジティブに受け止めとくよ。それでは皆様、また次回にお会いしましょう。バイバイ。またねー。